川名町通りと木屋町通りの間の路地にラスタカラーの看板が目印のレゲエ居酒屋がある。お店には入り口で靴を脱いで入るスタイル。座席はベンチの並んだバーカウンターとタイル張りのカラフルなテーブルが並んだ座敷があって、独特の雰囲気やけど妙に落ち着くね。居酒屋メニューのてっぺんにジャマイカの味ジャークチキン発見。ではでは、ビールとジャークチキンにおつまみを何品かお願いします。こちら4代目店長の中野さん。店長になって8年目でラスタ自体は創業30年以上とラフな情報しかないのが面白いね。おお、来ました。こちらのビールはハイネケンだそうです。ジャークチキンが焼けるまでのあても揃いました。いいね。生ハムトマトにおつまみの定番枝豆、そして大好きなフライドポテト。ポテトをケチャップ&マヨネーズにつけていただきます。皮付きのホクホクポテト美味しいね。マヨとケチャップを両方つけるの癖になる。枝豆食べてビール飲んでいいかな。ここは生ハムトマトも美味しい。これそれにしても不思議と居心地がよくくつろげる店内。タイル張りのテーブルは2代目店長の時代に手作りしたらしく、何気に高度な技術。温泉マークと湯もある。かわいいね。本日のメインがやってきました。でかくないこれ。こちらがラスタのジャークチキン。すごいボリュームなんやけど、これで1000円。何かの間違いじゃないですか。このボリューム 600g ぐらいあるんちゃうかな。いただきます。コク深いスパイスに漬け込まれた鶏肉が、皮はパリッと中はジューシーで、一度食べたらやみつきになる美味しさ。カリブの海賊になった気分やね。ライムを絞ってスパイシーな香りとライムの酸味がよく合う。やっぱり海賊気分。ハーブの爽やかさにスパイスのコクと辛さ、こんがりと焼けて香ばしい鶏肉の表面、このポテサラがまたピリッとした大人の味で美味しい。ポテサラ単品でも頼みたいな。このジャークチキンだけ食べに来る人もいるそうです。みんなで食べても十分なボリュームやし、僕みたいに独り占めするのもあり。よく飲んでよく食べた。ごちそうさまでした。居酒屋の名の通り、お家のようにくつろげる空間。30年以上愛されてるのも納得でした。